紹介しましょう。彼はミスター L、 私たちの新たな仲間です。いますね、真ん中にいるじゃん。そんな面してるからあんな赤いひげにいいようにあしらわれるな。君もね。いきなり出てきていきなり得られましたもんね、ミスター L さん。緑のイカズチ。さて、俺は相棒の整備があるからこれで失礼するぜ。赤き衣をまといし勇者、大いなる力を振るいたるもその前に立ちふさがるものあり。混沌まといし戦士、緑の男が全て闇へと葬るだろう。黒の予言書に書かれている一節だ。つまりその緑の男っていうのが彼のことだって言いたいんだね。そんな理由ではドドンと納得できませぬ。のドドンタスさん来ますか。すげー楽しみにしてます。結構好きなんだよね熱いねドドンタ君は。まあそれがいいところなんだけどさ。じゃあ僕も失礼するよ。何を考えてるの？そんなの許されないわ。もしそれが許されないことなら、許される場所を探しに行こう。この世界のどこにそんな場所があるの？考え直して。あなたまで不幸になってしまうわ。もしこの世界に二人が幸せになれる場所がないなら、それを一緒に探しに行こう。もう一度言うよ。結婚してくれ、エマ。君を必ず幸せにしてみせる。本気なのね。なんてバカな人なの。返事を聞かせてくれないか？ルミエル、愛してるわ。だから連れて行って、二人が幸せになれる世界へ。さあ、ということで帰ってきました。これでピアハートも5つ目。だいぶ集まってきたね。ですね。言ったであろう。我が輩の手にかかればこれくらい簡単なことだ。でもピアハートを手に入れられたのはタマラたちのおかげね。感謝しないと。ですね。なんだか雰囲気変わってきたわね。黒くなりましたよね。でもステージ1の頃はもうクリボさん見て雑魚だからって俺もう我々で好きなんだけどさ。でもカメレゴンの城でマリオに助けられた時からなんだか心と体が軽くなったみたい。このままずっとマリオといられたらいいのに。お、デアルさん。あれ、アンナさん。もしかするとアンナはフェアリーの体を保てなくなってきてるのかもしれん。フェアリーの体、一体どういうことだ。アンナはもともとフェアリーではない。何者かに呪いをかけられこの町に流れ着いた次元の漂流者だったんである。生き返る寸前の彼女を不憫に思ったわしは最後の手段としてご先祖様の書物を頼りにその魂をフェアリーにした
それが今のアンナである。なるほど。ね、だったらどこから来られたんですかね、アンナさんって。彼女の全ての記憶を失っていたから、どこから来た誰なのか全くわからん。ただわしの元に来たのは偶然ではなく、何かの運命に導かれてのような、そんな気がしてならんのである。クッパさんのリアクションが100点だったんだけど、今もうシコースキー選手ぐらい腕回しとったな今。わかんない人に調べてください多分、ああそれのこと言ってたんだって多分思うんで。投げる前にね、腕ぐるぐるぐるって回すね、あの野球選手がいたんですよ。さあ記念セーブしまーす。あ、これもしかしてめくるるんさんで、めくっちゃう。え、こっちかな、こっちっぽいよね。でもあ、鏡の間、これなんかありましたよね。なんか1回ずつみたいな、8つのブロック色1回ずつみたいなさ、テキストなかったっけ。あ、パズル的な感じになるのかな。あ、でもとりあえず1回ずつやってみよっか。あ、いけたいけた。多分仕組み的にそうなってるのかな。で、こっちに行けます。で、あの扉かな。裏狭間タウン。必死にさ、あれアンナさんチェックできないじゃんって思ってたけど、アンナさんいなかった失礼しました。え、怖い怖い、入っちゃう。おお、間違えた間違えた。捕獲カード変えるのいいね。1枚買っておきまーす。ありがとうございます。選べるのいいね。あと、一通り買っておくのもありかもしれないけど、とりあえずいっか。あと次元技も一応しときます。大丈夫そう。
なんか裏って感じだね。もう料理屋スパイスさん、なるほどね。もうちょっと今捕獲カードを使おうのかな。とりあえずねキノコ炒めはね補充してきたんですよ。ありがとう。よし、じゃあ上行ってみようか。じゃあなんだろう、デアールさんのいるところに行くのかな。裏デアールさんと言うべきかな。あ、こんにちは。ここは狭間タウンであって狭間タウンではない。ここは狭間タウンの裏にあるもう一つの狭間タウン、裏狭間タウンである。裏であるさん、やはりか。なるほど、この上にあるとハメるストーンは起こりました。では記念セーブしましょう。ちょっと待ってね。一応探索というか調べていきたいよね、行ける範囲で。こんにちは。引っ越してきたんです。お試しコースでお願いします。ありがとうございます。で、宿屋さんだよね。もう朝食まで用意してる。内容は松茸梅とお値段の違う3つのコース。すごっ。ショップのラインナップとかも違うんですかね。ミスター大きにだった、今。お帽子は取ってくださる。ゴールドメダルある。スコア1万アップ、強いね。いいかもね、ショップ。
そっか、こっちも行けるんだ。あれ、待って、なんかいらっしゃらないですか。こんにちは。ホルホール、土管作りの名人やね。さようか。確かにあったら便利だと思います。300か。そうですか。じゃあ土管作ってから探索してもいいかもね。とりあえずハメルソン行くか。土管作りたいな。もうどちらにしてもね、なんだろう、あの向こう側行くことにはなりそうな気がするんで。なるかな、わかんないけど、ならなかったらごめんなさいなんだけど。もうありました。ではハメましょう。お、アンナさん。わかりました。では、ステージ5ですね。後半戦になるんだろうか。だいたいさ、ステージ8っていうイメージがあるので、マリオさんって、マリオさんのゲームって、後半戦なんのかな。よし、では、頑張っていこうか。ちなみにこっちから行ったらどうなんだろう。全然違う場所になるのかな。うわ、なんだろう、でもここはここでなんかありそうですよね。ゆくゆくはやっぱ土管作ってもらうのが一番良さそうだね。ちょっとなんとかステージ6に入る前というか、次にこのね、裏狭間タウンに来るときには300枚にしていたいな。あれ、でもよく見たらさ、これデアールさんとかサンデルさんとかそういうことかな。すごいね。さあ、ということで狭間タワーに到着でーす。戻ってきたわね。私はもう平気。さあ行きましょう。本当に大丈夫やるかね。よし、頑張ります。ではステージ5ですね。行ってきます。頑張ってきます。ナンナの体を心配すす、マリオたちは5つ目の扉をくぐります。集めるべきピュアハートはあと3つを残すのみ。しかし世界の崩壊もどんどん進行しています。マリオたちは間に合うんでしょうか。そしてノワール伯爵の部下たちは次にどんな手を使って邪魔をしに来るのでしょう。彼らの冒険はますます激しさを増していきます。さあ、ステージ5-1、ストンストン村大騒動。なんか原始的というか、なんというかですね。おお、ぽい。
ここはどこなのかしら。どうやら空の上みたいだけど、さて、ピアハートはどこに？空の上？お約束。ひょっとしてこいつ神様の使いでねえか。そういう感じ。このデッサンの狂ったおっさんがか。だいたい神様の使いならもうちょっとイケメンでないとええでねえか。マリオさんが運ばれていってしまう。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。